はい。では、お時間になりましたので、あの、私の田中と申します。あの、ソーシャルアートで作るソーシャルグッドなビジネスとは、と題しまして、あの、ノーマップス講演、あの、させていただければと思ってます。本日はどうぞよろしくお願いいたします。はい。では、あの、資料の方を投影いただいてよろしいでしょうか。あと資料は出てるのかな はい。では、あの、次のページですかね。あ、そうか、これでやれっていう話ですね。はい。では、あの、早速始めさせていただければと思っております。あの、私、モデレーターをさせていただきます。桜インターネットの田中と申します。本日は、あの、登壇者の方2名をお迎えして進めさせていただければと思ってます。まあ、現地参加でアートローグの鈴木様。 でリモートから森ビル株式会社の杉山様どうぞよろしくお願いいたしまますすお願いいたしますであのアートとテクノロジーで作るソーシャルグッドなということなんですけれども、まあ、あの杉山様はチーム、あのチームラボボーダーレスをあの台場の方でされてて、まあ、私も先日、2回も拝見させていただいたんですけれども。 実はアートの裏側にとてつもない GPU 群があるというのをご紹介いただきました。で実は昔からですね新しいテクノロジーがアートに活用されるということはよくあったんですけれども、まあ、最近はそれが、まあ、いわゆる IT に変わってきてるということで実はアートの実現のためにも、まあ、テクノロジーが必要不可欠だとでその融合によって新たなあの表現がどん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 生まれてるというのがあります。 まあそんな中で、まあ、それはあの鈴木さんなんかは、 まあビジネス界といかにつなげていくか。また後ほどご紹介あると思いますけれども、実はあの当初の株を買ってるよりもアートを買ってた方が値上がりが激しかったと。まあ最近だとね、ブランド物がすごい値段上がってたりとか土地が上がってたりというのはありますけれども、そういったものより、ものやビジネスよりもさらにあのアートの方が実は価値が出てくる。まあそんな話もあるかと思います。そんな中でソーシャルグッドというキーワードを織り交ぜながら進めていければと思っております。 その中で、まずあの、私の自己紹介をスライドの方で簡単にさせていただいてお二人からご紹介いただければというふうに思っております。改めまして私、田中と申します。桜インターネットというクラウドの会社の代表しております。ちょうどあの、26年前に創業しまして、17年前に上場いたしました。で、当時私が起業した時というのはものづくり大国日本と言われてた96年なわけですけれども、まあ、それから社会が変わって、 でまあ今はデジタル中心の社会になっています。まあそんな中でスタートアップがすごく注目されてるんですけれども、まあそんな26年間の中でテクノロジーからスタートアップ、そして実はあの鈴木さんのアートローグにも私エンジェル投資させていただいてるんですけれども、そこにアートデあのあとデザイン思考、そういったものが入ってくるそんな歴史を垣間見てきました。今はもう本当にテクノロジー、アントレプレナーシップ、それとまああのアートデザインとあのそういったキーワードがあの中心。 になって神山町でも新しい構成ができたりもしてますけれどもまあ、そんな中であの私も活動させていただいてますではここからはですねあの鈴木さん杉山さんの順であの自己紹介いただければと思いますじゃあ鈴木さんお願いしてよろしいですかはいありがとうございますご紹介に預かりました株式会社アートローグの代表取締役 ceo を務めております鈴木と申しますよろしくお願いします えー、もうここから僕はスライドでやったらいいですかね。はい、しばしお待ちくださいちなみにあの昨日,ああ昨日たまたまどういう関西経済同友会の砲談会というですねあのみんなで離職パーティーをするというのを3年ぶりにやったんですけれども、その時に。 鹿島建設のね、偉い方が、鈴木さんの話をされてて、なんかすごい惚れ込んでましたね。<笑><笑>ありがとうございます。はい。なので、在会の人がアートを支援する。まあ、こうやっても昔からありますよね、パトロンみたいな人がいて、それでアートが広がるってありましたけれども、そういった意味だと、そのあたりも、まあ、いわゆるビジネス領域とアートをつなぐっていうのは、まさしくビジネス領域でいらっしゃるわけですよね。 そうですね。あのー、まあ、財会、最近、あのー、柄にもなく在会活動みたいなことをしてるんですけど、2020年まで在会との接点がもう全くなかったんですよね。<ー>でも、やっぱりその今進めている、その芸術祭を立ち上げるとか、そういったところでは、やはりその政界、在会との付き合いっていうのをしっかりとやってですね、えー、ご理解をいただいてご支援いただかなきゃいけないというところで今やっているというところです。はい。じゃあ資料大丈夫でしょうかはい。 はいいありがとうございます、えー、と少し、えー、駆け足になりますけれども、はい、我々がやっていることをご紹介させていただきたいと思います。であの今、ですね僕らは、えー、大阪・関西万博2025年に向けてですね、えー、国際芸術祭を立ち上げようと活動しております。で、英書のことを少し紹介させていただくと、アーツ・フォー・ヒュー n and p プラネットをビジョンに掲げているスタートアップです。 もともとは大阪一立大学というところの研究プロジェクトとして、社会包摂の観点でアートをどうやって生かしていけるのか、またテクノロジーの力を使ってですね、地域観差をどうやって是正していき、アートをもっと広めていけるかっていうことをさまざまな活動をしておりました。ただ、持続可能なプロジェクトにするために2017年7月7日に株式会社にしていると、一気すぎましたね。では、まああのー、ソーシャルインパクト投資も受けている社会的企業として活動しておりまして、 で、まあ、弊社の支援者ですけども、田中さんにもご出資いただいてますし、えー、青木元文化庁長官にも大学のプロジェクト自体から、え顧、ー、問として関わってくれております。で、えー、杉山さんとの関係で言うと、森美術館前館長の南藤さんもうちの株主だったりします。で、最近は、あのー、在会にも活動の幅を広げていってるというところですね。あのー、もう、ほんと様々な事業をやってきております。ただちょっと今日はここは割愛させていただきます。なんかその京都大学とは、えー、アートシンキングのセミナーやってもしています。 で日本のアート事情を少しお話をさせていただくと、まあ、日本のアート事情、日常生活における文化芸術の体験の重要性は皆様が認めてくれてますし、子どもに関して言うと、極めて重要であると、でまた美術館に行っている人、コロナ前にはなりますけども、プロ野球の倍以上です、ね、5500万人が行っている、まあ、そのようにニーズがあるように見えて、ですね、日本のアートマーケットは極めて小さいです。今、2000億切っている状況で、世界の3.7%しかあらないと。 まあバブル期には一丁あったとも言われてるんですけども、あまりによろしくないお商売がばっこしてしまい、ですね社会の信頼を毀損したという歴史もあります。で一方で、えー、若手のアーティストたちのアンケートを取ると、皆さん大量のストックを抱えてしまっており、まあ、それを流通させたいと思ってるんですけども、できていない現状があります。であと、我々は大阪、関西を拠点としているので、この東京一休集中も問題視しています。 で残念なことにですね大阪、えー、10万人当たりの美術館数がなんと全国最下位という現状があります。でさらにですね、えー、去年、文化庁が400億使ったアーツ・フォー・ザ・フューチャーという事業、これなんと50%の202億円がですね東京で使われていると、で大阪はですね2位なんですけど8、8%にとどまっている。でまあ、マーケットもなく、ファシリティもなく、そしてイベントもないわけですから、まあ、仕事がなければ皆さん東京圏に行くと。 まあもうこのクリエーターも含めた人たちは、もうみんな東京圏に行ってしまって、その開きはもう4倍ですね。で、これはもうご存知の通り、スタートアップは全く一緒で、調達額の83.3%がもう東京で行われていると。で、アーティストとかアントレプレナーという人たちは、まだない未来を強いパッションを持って生み出している人たちと言われるわけなんですけれども、そういう未来を作っている人たちがみんな東京に行ってしまってたら、まあ、それは物事、東京市から,からしか生まれないだろうということで、まあ、それを何とかしてですね、変えていこうと。 いうことで、まああの、関西在外セミナーという行業誌イベント2020年、もう本当にコロナギリギリの時にですね、呼ばれてお話をさせていただきました。で、ここで、えー、我々、これまでテック系カンパニーと言って、いろいろやってきたんですけども、この万博が決まったこれを機にですね、もう芸術祭立ち上げませんかという話をさせていただいて、で、まあ、総論賛成をいただきですね、えー、2年の準備期間を経て、国のこの日本博という制度、 で、大阪市の芸術活動振興事業に採択をいただき、で、チームエキスポなんかにも認定をいただいてですね、で、今年スタディ大阪関西国際芸術祭というのを1月から2月にかけてですね、大阪市内で開催しました。ま,あ、まだまだ国際芸術祭と呼ぶには程遠いものですけども、まあ、関西に今国際芸術祭がないので、まあ、それらを立ち上げるにあたり何が可能なのか、そして何をすべきなのかということを集合地型でスタディしていこうということでやっております。 で中身少し紹介させていただくと、えー、メイン会場はグランフロント大阪という梅田駅直結の、えー、駅ビルですねであとはあの0 0 0エクセルビルという元オフィスビル7階建てのオフィスビルですでグランフロントは1日15万人も来訪するような場所なので、まあ、巨大だったりインパクトのあるような、えー、一般の人でも楽しめるような作品群をやっていきましたで0 0 0エクセルビルのはどちらかというとアート業界寄りに、まあ、落合さんにワンフロアやってもらったりですね あとはまあ海外の作家、これはもうアウシュビッツをテーマにしたようなかなりシリアスなインスタレーションをやってもらったり、であと鎌ヶ崎西成ですねの方も会場にして、まあ、大阪の多様な面をあそこで紹介していったと。で、キュレーターにもですね、今の美術批評家連盟の会長の四方さんみたいな、まあ、トップクラスの方にも入っていただいたりしております。あと、こちらが非常にユニークかつ、えー、重要なポイントなんですけども、あの芸術祭の公式プログラムとしてアートフェア、あつまりのつまり ギャガロー画廊さんたちが出展する展示即売会ですね、アートの。で、それを同時に開催しています。やはり日本は見る人が多いけど、買う人が極端に少ないといびつな状況なので、まあ、マーケットも増税していこうということでやっています。で、その中では、アール・ブルッドという障害のあるアーティストさんたちも紹介したりしております。まあ、他にも旅として楽しんでもらうために、アートツーリズムという観点を持ってですね、 まあ、アートダイニングというプログラムでは、料亭とかレストランですね、作品展示をして、で、特別コースを作ってもらって、えー、提供してみたり、他にも VIP ツアーなんかも組んでやっておりますで。ありがたいことに非常に高く評価をいただきまして、えー、まあ、来年ですね、また1月から2月にかけて、で、アートフェアが2月10日から12日に開催が決定しました。まあ、約4倍ぐらいの規模になっています。 で万博協会さんとも今、あのー、アートインパクトをテーマで,ですね、様々なイノベーターを招いてトークをしていこうということで、まあ、南条さんや平通り座さん、で、先日はですね、大橋組の大橋会長にも出ていただいて、えー、進めています。まあ、月1回ぐらいやっていきたいなと思っているところですで。僕らとしてはこのスタディを毎年重ねながら、まあ、25年に芸術祭を立ち上げます。まあ、ただ、万博の年はターゲットイヤーにはしているものの、ここは全くゴールではなくてですね、もうここをスタートラインとして、 レガシーととしして残して残いいきたた、まあ、そののめにこの万博という機会も極めてて重要視してますで万博が150カ国の国が関わるイベントなので、まあ、この方々がです、ね、万博良かったねが帰ってしまったら、まあ、リピーターになり得ないと、まあ、次の万博会場に行くだけですただしです、ね、万博良かったけどあの芸術祭良かったねとなれば次の芸術祭に来てくれる可能性が出てきますあと国際芸術祭というのはまさにもう外交の場です これは、まあ、ベネチア・ビエンナーレに行ったエストニア文化大臣のフェイスブックの投稿ですけど、まあ、各国の文化大臣たちとですね、えー、このように交流してパーティーしてっていうことをやってるので、まあ、こういう場をですね、25年に創出していこうと思っています。で、まあ、できれば150カフのアーティオスを招聘して、芸術祭を立ち上げれば、まあ、文化大臣クラスの VIP、そしてメディアが来て、それを自国に発信してくれてですね、まあ、一気にグローバルに指令を当たる芸術祭が立ち上げられるんじゃないかということで、今進めています。 でレガシーって言われるんですけども、まあ、70年万博の時には万国博美術館が建てられてで、それが今の国立国際美術館になっています。まあ、なので、われわれとしては、ですねこの25年にこの芸術祭を立ち上げて、それを未来に継承、発展させていくことで、まあ、未来社会から見たときにです、ね、非常に、えー、有意義な万博に見えるんではないかということで、まあ、アート版サウスバイ・サウスウエストっていうものも目指していこうということで考えています。 でさらにですね、その国際ゲスト祭というものを立ち上げるのみならず、やはりその一過性のイベントにしないために、ですね、都市のブランディングとしてアートを生かしていくとか、まあ、そういうこともしながら、まあ、常に都市にですね、アート、そして文化、芸術がありで、それに関わる仕事、雇用があり、人が定住し、ナレッジが蓄積し、で、発展していくような、まあ、国際ゲ術都市、大阪というものを樹立させていきましょうという話をしています。 でこれまでアートというものがですねどうしても支援するもの、補助するものという対象だったんですけども、まあ、明確にこれからも成長戦略として生かしていきましょうということで、まあ、大阪風もですねもう成長戦略の柱にするとまで、えー、言ってくれております。ということを今、進めておりまして、ですね25年に向けて今、鋭意制作中です。ありがとうございいますはありがとうございます。 まああのかなりあの活動的に鈴木さんも動かれていて、まああのこの2、3年はもう随分と変わりましたね、環境もね。そうですね、もともとテッククランチのファイナリストにも出させていただいたことがあるぐらい、そっちに振ってたんですけど、そうですウェブゼロですね、ちなみにあの先日ですかね、文化庁が京都に移って、実はあの関西はその芸術ということでもすごく。あのーうん 盛り上がってるとであのエキスポの2025もありますしまあそれがあの起爆剤になるんじゃないかななんて話はしています。でそんな中で次あの杉山さんの方にもご紹介いただきたいんですけれどもやはりあの東京は非常にクリエイティビティが高くて人を集められる場所なわけなんですけれども、まあ、それ自体も実はあの杉山さんを中心として。 あの企業さんが実は作っていると単に人が集まって人が集まってるっていうだけじゃなくてそこに仕掛けをしっかりと作られてだからこそやっぱり東京は元気であると、まあ、その仕掛け人でもある杉山様からお話しいただければと思ってます、まあ、あの中でもご紹介あると思いますけれども、まあ、あのかなり異色の経歴でいらっしゃって、まあ、あの企業人生はあの森ビルでおられながらもそのアイデあの最初の,そのアイデンティティになる部分が実はアートと。 直接結びついてらっしゃるような方。まあ、このような方が、やはり東京という街を実は作ってるんだということを最近よくあの知る機会がありまして、まあ、そんなことで今回登壇いただきました。じゃあ、杉山さん、よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。いや本当に今、鈴木さんのご説明聞いて、本当に共感と尊敬でしかないですね。あの素晴らしいと思います。あのちょっと僕のやっていることもご紹介させていただきます。 えっと、今、あの、田中さんから、あの、ご説明いただきましたけど、あの、森ビルという会社で今、仕事をしておりまして、20年ぐらいですね、街づくりに関わる仕事をしています。で、この20年間って、冒頭で、あの、田中社長からありました通り、テクノロジーがすごく、あの、世の中に浸透していく歴史と重なっていて、それまで、画面の中で表現されていた、クリエイティブが、アーティストの活動が、 画面を飛び出して空間に広がって体験になっていくっていうそういう時代と重なっていたんじゃないかなと思ってます。で、そうなった時にアーティストとかクリエイターの表現が自由にできるかっていうと、やっぱし場所を持ってる人であったり、場所を持ってる人に交渉して場所を使ってもらうことによって初めてアーティストの表現が成立するっていう そういう本来のクリエイティブに専念すべきアーティストが、そういったあの、調整がすごく大きくて、それができ、できたアーティストが、あの、街を使ったり、空間を使ったり、そういう表現ができるようになったっていうことだと思います。で、まあ、その裏側に、先ほど鈴木さんが、あの、プラットフォームとして芸術性を立ち上げられたりですとか、あと私は、その、なるべく、その、これからちょっとご紹介しますけども、アーティスト側に立って、 空間をアーティストの表現、あの街自体をキャンバスとして、クリエイターアーティストに開放して、それによってあの楽しい街、豊かな生活を作ろうと思ってあの活動してきました。で、一番あの、これまでにやった仕事の中で一番大きかったのは、4年前にお台場に作りました、チームラボと一緒に作った大きなミュージアムです。まあ、その時のあの企画室長をやりました。あとですね、えっ、ー、と、 ま、それは左側のやつですね。あともう一つは、もうこれもかれこれ10年連続してやってるんですけれども、えっ、ー、とまあ、表現を、テクノロジーを使った表現をやっている、あの、クリエイターアーティスト集団の、集団のライズマティックスですとか、そういった人たちと一緒に、一般社団法人メディア,アンビション東京っていうのを作りまして、普段街の中で使われてない、使われてないというか表現として使われてない場所、あの、をアーティストに開放し、 えっと、自分たちの表現の場所にして、その期間中は、あの、東京全体が、まあ、アートの、あの、イベントが点在するような、そんな、あの、活動をしています。はい。で、あの、これから何やっていくかっていう話で言いますと、もう来年になるんですけれども、23年に、新たに3つの巨大なちょっと美術館、文化新施設を、あの、立ち上げます。 あの、森ビルがですね、あの、虎ノ門エリアですとか、アザブ台というエリアに、あの、六本木ヒルズと同じぐらいの規模の街を今、作ってる最中なんですけれども、やはり文化、芸術が街の中にあること、まあ、そういったものに一般の方たちが触れる機会を増やすことが、あの、やっぱり豊かな生活環境をもたらす、個人のクリエイティビティを刺激して、新たなイノベーション、 を生み出すものだと思ってますので、あの、これからの時代に必要な文化施設って何かってことを考えながら、あの、今その開業準備を進めています。あともう一つが、あの、これも後ほどちょっとご紹介できればと思ってるんですけども、アーティストと企業との競争,あの競争プ,ロプログラム、システムも今構築をしています。あの、新しいものを個人で、もしくは一社で、 作ろうというのは、やはり限界がある時代だと思います。あの、いろんな専門家が集まることによって、一社では突破できない課題をブレイクスルーするような、そういう仕組みを今作っています。で、その表現の場所として、空間や都市が必要になってくるので、あの、そこの場所を、あの、提供しながら、あの、プロトタイピングできるような、な仕組みを今作っています。あと、先ほど、鈴木さんからも万博の話がありましたけれども、 私の関わり方としては、あの、万博協会が主催するシグネチャーパビリオンっていうのがあるんですけれども、その中の命の証というパビリオンがございます。そこの計画統括ディレクターをやらせていただいてますので、あの25年に向けて、あの、私が所属するチームは映画監督の川瀬直美さんがプロデューサーでいながら、あと、現代アーティストの 目というグループ。ま、彼らであったりとか、あの、様々なクリエイターと一緒に、あの、この万博を盛り上げるべく、ここに来ないと体験できないようなものをどう作っていくかといったことをえ計画しています。で、ま、以上のこと合わせると、どんなことやってるのかっていうと、街全体が美術館になるような、そんな取り組みを、あの、僕はずっとしてきたので、ま、これからもそういったことを目指していきたいと思っています。はい、以上が自己紹介です。<laughs> はい、ありがとうございました。あ、ミだと、あの、実は関西の万博には芸術家の方々と、まあそれを応援する方々、かなり集結してるということで、まあ実はあの、単なるなんかイベントというよりは、それによってアーティストがすごく 発掘されたたた。りりとととかそういうううういいいい場なななんだろうなというふうな感じががしししまましありがとうございましたでここから少しテクノロジーというキーワードもあの織り交ぜながら進めていきたいんですけどもまずお二人にお伺いしたいのが、まあ、あのアートとテクノロジーですよねこのつながり実はあのお二方ともテクノロジーというのを強く意識しながらもやはりアートが主役になって動いてるとそれについてあの 鈴木さん杉山さんの順にお聞きしたいんですけれども、テクノロジーとアートの融合というものが一体どういうものなのか、皆さんにご説明いただければと思いますが、いかがでしょうか。はいあのテクノロジーをいつからテクノロジーというかにもよって、全然違ってくるんですけども、 まあ常に、例えばその印象派とかっていうのが出てきた当時もですね、カメラが発明された時代と重なってたり、その、もともとはチューブの絵の具が開発されて、外でも絵を簡単に描けるようになったっていう、まあこれもテクノロジー、イノベーションとともに実はあったりするんですね。で、もちろんのごと、そのアーカイブっていうことを言ったら、洞窟壁画から始まって、えー、テキストが出てきて、で、絵画みたいなのが出てきて、で、写真、ビデオで、 VR とかってなってきてて、常にそういうテクノロジーっていうものを応用、活用しながらアーティストは表現してきているところはあるので、まあ、そこはあの別に他の業界とも何だ変わらないんだろうなと思っています。ただ一方で僕の立場としては、どうやってレバレッジを利かしていこうかなっていう、そのプロデュース側なので、なのでそういう観点でえ今行われているアート活動っていうのをテクノロジーの力を使って、 拡散レバレッジを生かしていこうということでやり始めているところはあります。僕の活動としては。なるほど、ありがとうございます。杉山さんいかがですか。はい、ありがとうございます。ちょっと画面をお借りしてもよろしいですか。はい、お願いいたします。ちょっとやっぱりこの議論をするときにちょっと引用したい図があるんですけれども、あのアーティストのメリオックスマンが作ったまあ有名な図ですけれども、クレーブスサイクルというものです。で、これは アートとサイエンスとデザインとエンジニアリングが、まあそれぞれ境界を持っているものではなくて混ざり合っているものだとで。それぞれの役割があって、あの、どういうその課題解決になっていたりですとか、分析になっていたりとか、課題の認知になっていたりとか、まあそういうものの中で、アートそのものは何かっていうと、時代やパラダイムを進化させるのはアートの役割だということなんですね。ちょっとまあ、クレーブルサイクルのことはすごく、 これだけ話したとすごく長くなっちゃうんで、割愛しますけども、この先にちょっとお話ししたいことがあって、あの、未来を作り出す人たちのレイヤー構造みたいな話をちょっと僕の考えとしてお話ししたいんですけれども、あの、今から例えば2年後とか3年後の未来を作り出す人たちっていうのは、ある程度グループ分けできると思うんですね。本当に田中社長のような起業家であったり、例えば新たな アプリをローンチすることによって2年後もうサービスインされて世の中を変えるような人たち。それは近くの未来を作る人たち。近くの未来からそのさらに先の未来を変えていく人たちですね。スタートアップ企業家。もうちょっと先の未来を作る人たちっていうのがいると思っていて、そこは研究家とか企業の R&D の部門で基礎研究をやってる彼らチームですね。例えば5年後、6年後、10年後ぐらいにその基礎研究があの 実装ベースに落とし込まれて未来を変えていくような人たち。じゃあもっと先の未来を作る人たちどんな人たちかっていうと、それはもっと、あの、概念的なことを考えている、もしくは、世の中を根底的に、あの、インパクトがある発想で変えようと思っているアーティストであったりとか思想家だと思っています。こういう多分グループ分けが多分されてって、未来に向けて世の中進んでると思うんですけれども、なんか僕はですね、この、 グループ分けされた、あの、レイヤー構造が混じ,じり合うことによって、イノベーションを加速するんじゃないかなと思っています。やはり、テクノロジーとかを使った、あの、すごく実、世の中に実装しやすい、しやすいんじゃない、ないな。実装が近いものを、例えばアーティストの発想によって、あの、いきなりサービスにはできないけれども、あの、 アート表現として世の中に出していったりですとか、あとどんな風に使うかわからないけども、それをアーティストが自分たちの解釈の中で表現として使ったりですとか、そういう関係の中で、あの、全くこれまでにないものが世の中に生まれて実装されていく。まあ、それがあの、イノベーションの源になってるんじゃないかなと思ってます。つまり、まとめると、テクノロジーとアーティストがセットになって、 とか,かき混ざることによって、あの世の中を切り,開き切り開くイノベーションが起こってるんじゃないかなというふうに思ってますはい、はい、ありがとうございます。ささんあの水山さんありがとうございました、はい この点で言うとですね、あの、ちょうど、ユアル・ハラリさんの、あの、サピエンス全史において、なぜ人類だけがこれだけせあの成長したのかという中で、ストーリーを作れる能力だって話がありましたけど、どうしても目の前に見てない、例えばこっから札幌駅に行くっていうとですね、あの、あそこの信号を曲がってとかっていうストーリーを語るわけですけれども、そうやって他の動物は脳的にそれができないと、ただストーリーがあると未来が、あの、 体験ししたたことなない人にも伝わるなんて話がありましたそういった意味だとアーティストっていうのは未来のまだ他の人は見てないところの伝道師なのかもしれないななんていうふうに感じました。まあ、杉山さんの話を聞いて鈴木さんどうかな感じられましたかはい、そうですねあの。あの表は非常に分かりやすい表だと思いますし、レイヤー構造も非常に分かりやすかったです。で今昨今昨その デザインシンキングに対しても、そのロジカルシンキングの限界を指摘されてですね、今度、まあ、アートシンキング的なものがすごく流行ってて、我々も、えっと、そういう実験的に やってみたりはしてるんですけども、まあ、これじゃあ何が違うかっていうところなんですけども、やっぱりそのデザインシンキングっていうのは常に、えっ、ー、と、顕在化している課題に対してソリューションを考えるようなあの方法論だと思うんですね。まさに今言っていた通り、その駅に行くっていうことをロジカルに考えていきましょう。一番効率のいい道を考えましょうっていうことだと思うんですけども、じゃあアートシンキングって何をやってるかって言ったら、その、ある種ディスラップとしていくというか、まあその、 課題をを発見するるビジョンを作るつまり本当にそれってそうだったんだったっけあんたは本当にその駅行きたかったんですかそれが幸せですかっていう、まあ、スマホは便利だけどもスマホって人類豊かにしてたんだっけっていうことを言ってしまうのが思想家だったりアーティストだったりするわけなんですねいきなり。でそれをしかもこれがデザインだったら機能として落とし込まなきゃいけなかったりビジネスだったら事業化していかなきゃいけないっていうことがあるんですけども アーティストっていうのは、その何の機能も必要がないものを世の中に提示できる人たちなんですよね。だからそういう、例えばその未来に対して何かを物申していくとかっていうところに非常に機能していくとは僕は思っています。なるほど。ありがとうございます。まあ、そんな中、あの、札幌に来ると東京との大きな違い。実はあの、東あの大阪と京都と札幌が共通していて、東京が違うところっていうのは、 縦横の通りがないっていうところなんですよね。東京ってまあ極めて曲がり角の多い。まあ,あの逆に言うと、あの、あれですね、あのアメリカ大都市の首都性という本がありますけども、あれによると、まっすぐな道よりも曲がりくねった方がいいんだとか、行き止まりが重要だとか、都市設計についていろいろ考えがあるんですけども、今鈴木さんからあったように、効率的なものが必ずしもいいかどうかはわからない。ロポンヒルズなんかも本当にまっすぐじゃないっていうのがね。 そんな中で実はあのアートということ、クリエイティビティ、アーティストをいかに都市に持ち込むかということは一つのテーマだと思うんですね。実はユネクスコ創造都市ネットワークというものに2013年札幌市も加盟をしていて、実はその延長線上でこのノーマップスも存在するというふうに聞いています。まあ、そんな中でアーティスト、またアート、デザインであるとか、まあそういったクリエイティビティを都市に持ち込む あの、効果ということを次にお聞きしたいんですけれども、ともすれば効率的に縦横で作った方がいいし、ビルは四角の方がいいし、憲兵率ギリギリまで建てた方が、本来はいいと思われてるんだけれども、実はそれが中長期の成長を呼ばないと。 いうのが、まあ古くから研究されてきたわけですよね。まあ、そんな中で、アート、クリエイティビティ、そしてテクノロジーとアートの融合、これが、あの、都市にもたらす効果というものについてお聞きしたいんですけれども、都市との関係性、逆にまあ、まずあの、杉山さんの方からお聞きしたいなと思うんですけど、いかがでしょうか。はい、ありがとうございます。ちょっとまた画面お借りしますね。えー、っと、森ビルが、あの、 森記念財団というシンクタンクを持っているんですけれども、毎年世界都市総合力ランキングというのを発表しています。で、それを見ると、あの、今、ロンドンという、あの、グラフが一番上にありますけれども、これって次のページでご説明しますが、いろんな指標で都市を総合的に評価していて、都市の魅力、総合力をランキングしたものなんですね。で、実は東京は3位なんですよ。で、この、 東京の魅力をさらにニューヨークとかロンドンとかに近づけるためにはどうすればいいのかっていうことを、あの、項目ごとに分析しているんですけれども、あの、青い、あの、グラフが東京のエリアです。で、ニューヨークの街、ロンドンの街に比べて、何が一番劣ってるかっていうと、文化交流です。東京の課題っていうのは本当に文化交流で、世界からまあ選ばれる都市になるためには、 もっともっと多く、まあ、世界に誇る美術館。まあ、ニューヨークだったらモマがあるし、あの、パリだったらルーブル美術館があるような、そういうような世界に誇る美術館ですとか、世界中から人々が集まるアートイベントなどが都市には必要で、まあそういったものがあることによって、あの、都市の魅力が高まることを都市の磁力って森ビルダー呼んでるんです,ですけども、磁力が高まるというふうに思っています。で、ちなみにですね、ちょっと、あの、 東京以外の日本の全国の大都市をまた、あの、いろんな指標でランキング付けしているものがありまして、まあこれも同じシンクタンクが作ってるんですけども、札幌市は非常に実は文化交流で今高い指標を国内ではいています。あの、こういう感じですね。いや、本当に札幌はもうそういう、先ほど田中社長から言いました通り、文化交流ですごく、あの、頑張ってるとしたなと思っております。 ちょっと戻りますね。<laughs> で、あの、ちょっと自分のこの課題意識の中で、森ビルの課題意識の中で、チームラップータレスを作ったことにも繋がるんですけれども、あの、やはり東京に世界中からこの美術館に目指してくる、そんな世界に誇る美術館を作りたいという思いを森ビルは持っていました。僕も持っていました。でその中で、あの、 世界に類をない巨大なデジタル,ルミュージアムを作りまして、そこでは、あの、オンラインで今何でも見れるような時代、体験できるような、あたかも疑似体験ができるような時代ですけれども、まあ、ここに来ないと体験できない価値をどう提供するか。で、それをま、コンピューターと一緒に空間を作って、その時しか見れない、あの、体験を提供すると。いうものを作っています。で、まあ、ありがたいことに、本当にここの施設を、 目指して、ま、ざまな、あの、すませんね。ま年間で230万人のお客様に来ていただくことができました。ニューヨークのモマが270万人ですから、急にですね、世界に起こる、あの、東京の新名所、まあ、世界レベルの美術館が東京に生まれたというふうに思っています。ですので、まあ、ちょっと、あの、その後コロナに入ってしまいましたけれども、当初、目標で掲げていた、 まあ世界に起こるような、あの、世界中の人が訪れるような美術館を作りたいという気持ちで、チームラボとモリグリで作った美術館ですけれども、当初の目的は、まあ、かなりのところまで達成できたんじゃないかなというふうに思っています。でしかも、海外からのお客様が50%。しかも、初年度に175カ国からのお客様が来られています。世界の国って200国ぐらいですので、あの、8割以上のお客様、海外から来られています。 で、しかも、アンケート結果によると、その海外から来たお客様に、この美術館のために東京に来たというアンケートが50%ありました。で、しかも、まあ、あの、近郊のアジアから来るお客様よりも、欧米系か、欧米圏からのお客様が多くっていたと。まあ、ギネスブックとか、あと、経済的な効果というのもちょっとお話しさせていただきたいんですけれども、やはり、 インバウンドのお客様ですとか、あの、実際にお客様が、あの、足を運んでいただきますと、経済も動きます。近隣の、えっと、交通網の、えっと、乗降客が150%ですとか、あと、近くにある商業施設の入場者数が20%上がったとか、そういうような効果もありました。ですので、ちょっと、まあ、あの、話が長くなっちゃいましたけれども、あの、 都市の魅力を高めるためには必ずやっぱり文化芸術が必要だと思っています。でそのために世界に起こる芸術祭とか、えー、美術館とかそういったものをどんどん作り出すことによってあのいい都市町ができるんじゃないかなと思ってます。はいありがとうございます。 まあそういう意味で言うと、あの、ミシュランのね、ランキングって、一つ星は、まあ近くに行ったらよ、よると。二つ星というのは、寄り道してでも行くと。三つ星というのは、そのために行くというふうな、まあタイヤをすり減らしながら行くことで、まあミシュラン儲かるというのが、あのランキングだったということを聞いたことがありますけれども、先ほどの、このチンバラボボーダレスのために、半分の人がわざわざそれをデスティネーションとしてやってくると。 なので、あの、都市自体の魅力というのもあるんだけれども、コアになるコンテンツがあって、それによって都市があの発展するということの本当の勝者なのかなというふうに思います。まあ、そんな点で、あの、鈴木さん、あの、関西も、あの、それを実現したいと。まあ、あのおお、多くのコンテンツが東京に集まる中で、二つ目、三つ目を作るという活動をされているわけですけれども、日本全体という観点と関西と両方の観点からお聞かせいただいてもいいですか、うん はい、えーまあ、杉山さんみたいな人と森ビルみたいな会社がある東京が非常に羨ましいなというのを、うん、<laughs> それで言うとあれなんですよね、杉山さんって、アートなんですよね、確かそうですね、<の>僕自身が街を使ってアート活動をしていて、そこで挫折を思ったので、自分が街側に入ってやろうって感じで入りましたそうですよね、だからアーティストが森ビルに入って、森ビルがアーティストを。 使いながらもあと、ビーナスフォートって確かモリビルさんが運営してる施設だから、あによって20%増えるってことは、モリビルさん儲かったってことでもあるんで、そうですね <laughs> これって非常に合理的だし、アートも発展して、街も発展すると、非常にいいことだと思うんですよね。うん、そんな中、ちょっと鈴木さん、お願いします。そうですね、チームラボのボーダーです、僕も行きました、えー、と内覧会、だからその時にもあのお会いはしてると思うんですけども、 びっくりしたのが今の表を見て、あの、半分がそれを目的に海外から来てるって凄まじいなと思って。だまあ海外に行った時に我々じゃあ何してるんだっていうと、大体そのサイトシーングか、もしくは文化、カルチャーを見に行ってるわけなんですよね。まあビジネストリップじゃなかったら大体そうですよね。日本で美術館行かない人もなぜか海外に行ったら美術館に行くって。<laughs> まあそれはなぜかって言ったら、やっぱり文化、そこの国の文化知りたかったら、とりあえず美術館に行こうっていうことなので、 で、その、あのチームラボのボーダレスが、そういうふうに選択されてるっていうことは、海外の人から見たら、あれが日本の文化であり、あれを見に行くために、あの旅行するレベルのものだと思われてるんですよね。まあ、それがちょっと驚きました。で、全然規模はあの違いますしあの、比較にはならないんですけども、その、我々が立ち上げた今年、年あの初開催した芸術祭もですね、 もう本当にコロナが大変な時期でした、もう緊急事態宣言が出るかなっていうようなレベルの時だったんですけども、まあ、グランフロントっていう大阪,大阪を知らない方、あまり分からないかもしれないですけど、大阪駅、JR 大阪駅直結のところなんですけど、まあ、そこであのアートフェアとかもやった時にですね、まああのー、ある種、お祭りの中で多分一番質のいいお客様を呼べるのが芸術祭なんですよね。 まあ、天神祭りとか、祇園祭りとかありますけども、結構やんちゃな方も来られますけど、<laughs> 芸術祭になかなかそういう方来られないし、しかもアートフェアって言ったら、まあ、やっぱりそこそこお金持ちが来られると。で、そこにですね、あの芸術祭の中でやったアートフェアには、その政財界の方々もかなり来てくれました。で、その時にその方々がですね、もう驚いたわけですよね。その緊急事態出るかっていう時に、なんでこんな VIP たちがいっぱい来るんだっていうことで。 さらにグランフロントさんからも、あのー、このさなかですね、コロナのさなか、5周年のイベントの時よりもにぎわったし、メディアが多く来たって言って、びっくりされたんですで。そういうことがあって、やっぱり今、大阪としても、もうこ、えー、6月の府議会の時に成長戦略にするっていうことを山口副知事、また維新の会の方がですね発言をしてくれたりしてやってるわけなんですけども、まあ、そういうことは。 ようやく大阪でもできてきたかなというところはあります。であと、北海道のちょっとグラフも出てたんですけども、文化交流が多い。まあ、僕も、あのー、昔スノーボードやってる時代、北海道住んでたことがありまして、まあ、あまりそういう意識はなかったんですけども、昨日、そういえばミートアップに参加させていただきました夜。であの残念ながらもう最初も知り合いがゼロ人という状況から始まって、<laughs> 何人かとこう話をしてたらですね実はもともとアートのスタートアップにいましたとかで実はアーティストなんですとかっていう人たちがポロポロいてですねもう数人としか会話をしてないのにアート業界の人たちとこうコミュニケーションが取れたんですよね。でこれ,これ東京だったらもちろんあるんですけども大阪だったらまずないんですよ。 大阪のスタートアップの、例えばそういうカンファレンスとかイベントとかに行って、アート業界の人と接するなんてほぼないんで、確かにその気はあるなっていうのをちょっと感じました、先ほど。はい。ありがとうございます。まあ、そういう意味だと、あの、まあ、関西というところが、あの、まあ、先ほども47位ということで、いかに美術館がないかと。 あとなんか日本人もね、海外行くときは確かにルーブル美術館行きますとかって、一つの行き先として最初に決めて行ってるのに、なんで国内だと行かないんですかね。行ってるんですかね、5000万人だから。えっと、確かこれも森,森記念財団さんがやってたんですけど、東京圏で確か美術館に行ってる人が年間 2. 点数回でしたっけ、そういうデータが以前あってる。 そんなに別にあのユニークーザーが少ないわけでもないはずなんですよね。うん、なるほど、あ,<の>ありがとうございます。<あ>どうぞどうぞ。10年ぐらい展覧会作る仕事をしてるんですけれども、あのー、海外からお客様呼ぼうと思ったときに、チームラボーダレスみたいな3時間を使うっていうのって、あの、いわゆる旅の、旅前と旅中っていう話で言うと、旅中っていうその、 日本に来てから意思決定をするんじゃ、やっぱし3時間って自分の2泊3日の東京の中で隙間として入らないんですよ。なので、旅前に決済させてチケットを日時指定で買わせるっていうチケッティングシステムから先に作ったんですね。それはあの、一般のプレイガイドとは組まずに独自でチケッティングシステムを作って、サービスセンターも自分たち立ち上げて。それでウェブサイトから直接もう日付指定して買えるようにしたっていうのはあの、承認だったかもしれません。 ありだとあれですね、旅に出る前に、例えばルーブルに行きましょうとか、モマに行きましょうって、大体の人、ニューヨークとかパリに行くなら、行く前に決めてますもんね、多分ねうん、そうだと思いますね。うん ありがとうございます。では、そろそろ時間なので、締めに入っていきたいなと思うんですけれども、まあ、ソーシャルグッド、要はあの街にとってもあのその、コミュニティにとっても良いというのが、やはりテクノロジーとアートのその先にあるというのがあの見えてきたと思うんですけれども、その辺あたり、お二人の考えまとめていただいまとめて皆さんに最後にお話をいただきたいんですが、まあ、あのテクノロジーとアートで作るソーシャルグッドなビジネスとはというところでですね、最後に、あの 思いの丈をですねあの皆さんにお届けいただければと思っております。こちらもどちらからでも大丈夫ですが、どちらから、どちらの方からいきますか、鈴木さん、杉山さん。はい。はい、じゃあ,あの、鈴木さんから言っていただきましょうか。はい、はい、分かりました、えーと。そうですね、締めにはあまりならないかもしれないですけど、もともと僕らはそのテクノロジーの力を使ったあと、どうやって広めていくかということを考えて、えー、2010年にですね、 美術館で行われているギャラリートークという作品解説をウェブで配信するサービス、システムを作って開始しました。で、やっぱりその東京とかもちろんその札幌もですけども都市部にいるとまだアートへのアクセシビリティっていうのは担保されているわけなんですけども地方とかですね、それこそ身体的に困難な人とかもしくはその金銭的にも困難な人っていうのはアートになかなか接する機会がないんですね。なので それをどうやって保管していこうかって考えたときに、やはりテクノロジーの力っていうのは非常に有効に働くだろうということを考えてまして、だからまあその僕らもですね、ただ芸術祭を立ち上げて、w e b ロみたいなことを言ってるんですけども、やっぱり w e b ロっていうものを作って、えー、それをベースに Web1、2、3、4っていうのを載せていったらですね、まあ、その多くの人にも楽しんでもらえるようなものになるんじゃないかなということを考えております。あともう一つ、のこの間、 あのー、これもさくらさんがスポンサーされてましたけど、IVS 那覇というあのスタートアップのイベントに行きました、でえー、ここにはですね、えー、1800人のスタートアップの方々が集まってたわけなんですけども、しかもまあそこに集まってきてるスタートアップの方って結構、テック系の人が多かったり、しかもクリプトがテーマになってたりするわけなんですが、まああのー、1800人リアルに集まるわけですね、沖縄に。 で、なんかその、懇親会とかも、紙のチケットを渡すとかっていう、<laughs> めちゃくちゃアナログだったんですよ。で、僕、あそこ行った時に結構、その、自分がやっている祭りを作ってるという行為自体に確信が持てたんですね。まあ、つまり、その、まあ、人類が、えー、何をミッションとして生きているかっていうことを考えた時に、まあ、結局その種の保存なわけで、だから人間が、えっ、ー、と、 人と人がですね、こうリアルに接する、集うっていうのは、絶対的な合理的、合理性があるわけなんですよ。なので、それは絶対なくならないなと思って。ということはですよ、まあ、祭りを立ち上げて、それがトリガーになって人が集まってっていうことをやっていけば、都市も発展していく。で、さらにそこに、さっきも言ったように、ウェブっていうのを載せることによって、アクセシビリティを向上させたりですね、えー、やっていけば、またまた、えー、レバレッジが効くんじゃないかなと思ってるので、 まあ、僕としてはですね、Web Infinity みたいなことを言っていて、もゼロからもう無限に使って発展させていきたいと思っているので、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。では、あの、杉山様、お願いいたします。はい、あの、ちょっと空間と情報っていうちょっとお話をまず最初にさせていただくと、あの、これまで空間と情報っていうのは別々に存在していたので、あの、 アーティストが何か表現しようと思った時には、先ほど見ていただいたチームラブボーダレスみたいに、プロジェクターを無理やり街の中に持ってきて、映像装置を作ることで、空間と情報を競争的に重ねて、アーティスト表現の場所を作ってきました。で、これからは、もっとそのデジタルとリアルが重なる世界になった場合、 わざわざプロジェクターを持ってくることなく、テクノロジーの力によって、街全体がアーティストの表現の場所になると思っています。で昨年、ちょっとまあ実験をした時にすごく僕は面白かったなというふうに思うことを最後に紹介させていただいて、あの、締めにさせていただきたいんですけども、あの、Venus p h o t の街の中を、あの、高精細な 3D スキャナーで全てキャプチャーしまして、あの、 その中のマッピングをめちゃくちゃ綺麗に貼ったことによって、ゴーグルかけると実写と、あの、違わないぐらい高精細な VR 空間ができたんですね。で一方で、その中に、あの、リアルタイムの情報、街の混雑情報ですとか、あと、えっ、ー、と、もう少し動的な、あの、人々の,の交流の情報を、えー、クラウド上に乗っけて、 現実世界をなるべくそのデジタル上に乗っけました。そうすると、ゴーグルをかぶ、かぶると、あたかもまあ現実の世界で行われていることが実体験として体験できるようなものを作ったんですけれども、リアルな会場では、同じ時に AR グラスをお客様に配って、あの、デジタル上に流した、あの、情報を同じ形で提示することによって、えっ、ー、とですね、画面見ていい いただきながらちょっとお話しした方がよかったですね。僕の拙いさっだと分からずないんで。あの、これは先ほどあの、申し上げた高精細のスキャンですね。で、これによって、あの、現実世界と AR 空間が繋がって、別々のとこにいる二人が、片方は VR 空間、片方は現実プラス AR 空間で、お互いの姿がリアルタイムにアバターで見えるようにしたんですよ。つまり、 ヴィナフソート上では AR グラス被るとそこにいないけど VR 上の僕の友達のプレイヤーがアバターで見れてあ VR 上ではリアルタイムに現実に歩いてる人たちがクラウド上に反映されて見えるとで2人は近づくと声を掛け合って話ができるっていうふうにしたんですよでこれが僕やっぱすごく面白くて都市っていうものがあの効率的な僕はコミュニケーションプラットフォームだと思ってるんですけどもやっぱこの先には デジタルとリアルが重なって、さっき僕言ったことが自己矛盾するんですけれども、そこの場所にいない2人が、片方の現実を使って一緒に買い物できるような、こんな時代が来ると。でしかも、アーティストの表現として、あの、スクリーンとかプロジェクターを持ち込まな,持ち込まなくても、街全体がすべて表現の場所になる。僕がやりたかったチームラブボータイトの世界は、あの、やっぱり箱の中に閉じ込めてた,ったんですよ。暗い空間作んなきゃいけないから。 でも、この技術がふふ広がることによって、街全体がチームラボーダレスのような世界観になって、しかもそこの場所にない人たち同士が一緒に手をつないで歩けるような、そんな時代が来るんじゃないかなと思ってワクワクしています。ということで、ちょっとあの僕のこれから期待することについてお話しさせていただきました。 まあ、あのウェブがあの無限に広がっていくという話と VR 空間で現実とあの VR 空間のボーダーがそもそもなくなると。なので、あの、アートという表現ではあるものの、まあ、それがあの社会の基礎になっていくかもしれないですし、まあ、デジタルツインというキーワードが最近出てきましたけれども、実はあの、社会のインフラにアートから発生したテクノロジー、まあ、もしくはテクノロジーから発生したアートが、まあ、社会のインフラに 次の時代を作っていくのかなということをすごく予感させていただくお話でした。で、あの、まあ、あの、時間でございますので以上で締めたいと思いますけれども、あの、ワクワクする未来をアートとテクノロジーで、あの、作られるんじゃないかなというのが、あの、今日の感想でございます。では、あの、杉山様、鈴木様、本日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。